はい、つみやき。こんにちは、大西です。今日も Interchange, Forth, Intro。こちらの会話の解説をします。今日は命令文の否定が出てくる会話です。では見てみましょう。Page 81, Exercise 6, Conversation, Don't Work Too Hard。働きすぎないでという意味になります。命令文というのは主語がありません。 動詞から始まります英語の文章は通常主語動詞誰が何すると並ぶのが普通ですが命令文は主語がないんですね動詞から始まりますそして相手に何々してねと動作を促す時に使うんですねそして逆に否定で何々しないでと否定で行動を促すときは動詞の前に don't を置きます なのでここは don't hard work too hard. 働きすぎないでという意味になるんですね。この hard という副詞は一生懸命という副詞です。to というのは度が過ぎていることを表します。to は右側に形容詞や副詞を伴ってその度合いが度が過ぎていることを表すわけですね。過剰なことを表すわけです。なので too hard で一生懸命過ぎて 働かないでとなるわけですね。つまり、働きすぎないでという意味になるわけです。では、ドクター・イアンとミズ・ウェストの会話です。えドクター・イアンはお医者さんですね。ミズ・ウェストはえ患者さんですね。ミズというこの単語は、女の人につける敬称です。敬称っていうのはどんな時に使うかというと、First Name。英語で最初に書く名前。 日本語で言うと下の名前ですね。下の名前、first name で呼び合う中じゃない状況の時ですよね。に、えー、継承をつけるわけです。つまり、last name。後に書く方の名前。日本語で言うと、名字に当たる名前が来ます。ということですね。では、miss west。これ、女の人に対する継承が miss なんですが、他にも m i s e s という継承と、 miss という継承があります。この違いを説明しますね。m イ s をつける場合というのは、これ、綴りは大文字の m、そして小文字の r、小文字の s、ピリオドですね。これで m イ s と読みます。これは結婚している女の人に対する継承です。だから mrs.west と呼ぶと、結婚している女の人と分かって呼んでいるかた形になりますね。 え、これよくカタカナではミセスという風にカタカナになってたりしますが、ミシーズはミセスではなくミセイズと読みます。これは結婚している女の人ですね。もう一つつづりは大文字の M、小文字の I、小文字の S、小文字の S。これでピリオドはなしです。ミス。 と、濁らない言い方があります。これは結婚していない女の人に対する継承。なので、ミス・ウェストというと結婚していない女の人につけている継承ということですね。では 今日出てきているこの水、これ濁ります。ミズウェストは何なのかというと、これは結婚しているとかしていないとか、全く区別をしない言い方です。なので、基本的に相手が結婚してるかしてないかとかってわからないことがありますよね。なので、そこを勝手に区別せずに呼べる。なので、水は便利なわけですね。はい、ということです。では見ていきましょう。Hello, Miz West. How are you today? はい、こんにちは、ウェストさんと、お元気ですか今日調子どうですかっていうことですね。すると、ミズ・ウエストは、not so good. あんまり良くないんですと言っています。まあ、本当は、I'm not so good なんですが、もう、I'm とかは省かれます。結構挨拶はですね、この I am, I'm の部分が省かれて、 言うことが多いです普通、元気なら good って答えるんですが、元気じゃないから notso good って言ってるわけですね。この so っていうのは、強調なんですね。とってもということです。まあ、very と似ています。こういった so とか very とかを not で否定すると、あまりないという柔らかい否定になるんですね。だから、あんまり元気じゃないです。あんまり調子よくないです。って感じですね。すると、what's wrong exactly? どううしたんですかということですすかとといい、こね。はい、昨日の会話で出てきた What's the matter? っていうのもどうしたのでしたけれども同じように使います What's wrong? 何が Wrong っていうのはいつもと違う正しくないと違っているっていう形容詞なんですねなのでこれで What's wrong? どうしたのっていうことになるわけですねこの Wrong っていうのは例えば Wrong number とか言うと間違い電話の間違いの番号だったりも使いますね はい。なので、どうしたの何が違ってるのっていうことですね。exactly. これは正確にという直訳になりますが、まあ、一体どうしたのまあ、正確にこう、情報を求めているときに exactly とつけたりします。一体どうしたのということですね。I'm exhausted. はい、exhausted。これは形容詞です。 私は exhausted 状態にありますと。B 動詞は前後をイコールでつなぎますね。この exhausted っていうのはめっちゃ疲れてますっていうことですね。はい。えー、この H は、真ん中の H は読みません。exhausted となります、まあ。とっても疲れてます。very tired って感じですね。うん、そうなのねと。why are you so tired? なぜあなたはそんなにタイヤ e 状態なのそんなに疲れてるのっていうことですね。この so っていうのも強調です。I don't know, わかりませんと。I just can't sleep at night。ただ、寝れないんですと、夜っていうことですね。この just っていうのは、 まあ、ただっていうことで、まあ、なくても文章は成り立つんですが、まあ、この人も具体的になぜ、なんで疲れてるのかっていうのはわからないんですね、自分で。まあ、でもただ寝れないんですよ、って言ってるわけですね。あない、夜ということになります。can't はできないという意味でしたね。これは助動詞で動詞の前に入れます。Okay, let's take a look at you. わかりました。じゃあ見てみましょうということですね。こうやって見てみよう、見てみるっていう感じの時に Take a look とよく言います。はい。look at 何々っていうのは実際に動作として何々を見るっていう動詞の意味が look にありますよね。でもここは look にあがついてますよね。名詞として使ってるわけです。この使い方をよくします。take a look。ね。take a look にすることでこの look は名詞になってるわけ。この 見るという行為を取ってみましょう、取りましょう、やってみましょうっていう感じで、ちょっと柔らかい言い方ですよね。はい。なので、見てみましょう。あなたを見てみましょう。ということになるわけですね。はい。じゃあ次。A few minutes later.2、3分後にということですね。はい。Dr. y ーイ n g が、er, I'm gonna give you some pills と言っています。はい。be going to っていうのは予定ですね。 未来の予定に使います。ギブする予定です。ギブしましょうと言ってるわけですね。ギブはあげるということです。はい。give you some pills。はい。give は SBOO 文型を取れるんですね。ここは SBOO です。I が主語、ギブが動詞、you が目的語1個目、some pills が目的語2個目です。私はあげますよと。 あなたにあげますよ。some p i l l s これはお薬ですね。錠剤ですね。錠剤をあげますよ。と言ってるわけですね。はい。sb, o, o を取るとき。o が2個。目的語2つ取るときは、命ある人が先です。だから u が先。p i l l s が先には来ないんですね。はい。 I'm gonna give you って言ってますよねこの going to のところがガナってよくなるんですね英語を話す人たちはなのでご自分も言う練習をして慣れておくといいですね実際にお話しされるときは I'm going to って言って何の差し支えもないんですが going to っていう差し支えはないんですが実際英語をよく話すようになるとガナってよく聞くと思うので聞き取るために言えた方がいいですなので I'm gonna give you some pills I'm gonna I'm gonna give you.I'm gonna give you. この going to が gonna となるわけですね。これは going to が早く言って縮まってきただけですね。going to going の gonna がなってなっていったわけですね。I'm gonna give you some pills. はい。いくらか錠剤あげましょう。お薬あげましょうねと。Take one pill every evening after dinner. はい。ここ命令文になっています。Take one pill. 1一時を飲んでくださいと、取ってくださいと、Every evening 毎晩、after dinner 晩ご飯の後にと言ってるわけですね。こういうふうに命令文ってなんかこう漢字で書くとちょっと怖いんですけれども、そういう感じじゃなくて、声のトーンで全然違います。普通にしてねっていう感じで使ったりもします。はい、お薬を取るは、えっと、テイクを使いますからね。 えー、日本語ではお薬を飲むと言いますが、えー、ドリンクは使わないですよ。ドリンクは何かごくごく,じょ、ね、ごく,ごく液体を飲むときですので、はいお薬は take ですね。OK、わかりましたと。And don't drink coffee, tea or soda.、はい、そして、ドリンクしないでと言っています。飲まないで。コーヒー、紅茶、それか炭酸ですね。とかは飲まないでねと言っています。Anything else? 他にありますかと言ってますね。はい。anything っていうのは何かっていう意味なんですが、不特定な何かです。その,とその人の中に的はないんですね。何かあるかわかんないけど何かありますかっていう時に anything 使います。これが something っていう時は、その人の中にお名前は言えないけれど何かっていう的がある時に使うんですね。はい。例えば箱の中に何かあるとかいう時。there is something in the box とかね。 何っていうのはちょっと言えないんだけど、でも何かあるっていう的があっていうときがサムですね。でも anything が不特定です。なんかわからないけど、あるか知らないけどなんかっていう感じですね。で、else っていうのは他にというものですね。anything else でもこれセットで覚えちゃいましょう。他に何かありますかっていうことですね。yes, don't work too hard。働きすぎないでねと言っています。 Alright, わかりました。Alright も OK と同じ感じなんですけども、もう少しちゃんとした言い方ですね。Alright って、はい。なんかちゃんと、ちゃんとした言い方。まあ、OK よりもしっかりした言い方っていう感じですね。Alright, thanks, Dr. Ann. ありがとうドクター・ n ンっていうことですね。はい。では私の後に漢字を込めてリピートをしていただいて、えー、下に えー、このね、ケンブリッジ大学が出している音源がありますので、ダウンロードできますので、それで音読練習をたくさんやってみてくださいね。では行きましょう。Hello, Ms. West.How are you today?No, so good.What's wrong exactly?I'm exhausted.Hmm。 Why are you so tired? I don't know. I just I just can't sleep at night. Okay. Let's take a look at you. I'm going to give you some pills. Take one pill every evening after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea or soda. Anything else? Yes. Don't work too hard. Alright. Thanks, Dr. Yan. Okay. 音のつながりなどを見つけて感情を込めて頭おかしいぐらい音読してみてくださいね。必ずあなたの表現になってきますよ。o、okay, k thank you for listening. See you next time. Bye.